ございます。ただいまから令和5年度11月市長定例記者会見を始めさせていただきます。最初に市長がお手元のレジュメに沿って発表いたします。お願いします。はい、皆さんおはようございます。11月の定例の会見をさせていただきます。今もこの部屋に入ってあったかいなと思ったら、暖房が入っているのかと思ったら冷房が入ったという、ような状況です。まあ、この前まで本当に猛暑で暑い日々が続いていたと思えば、もう11月に入って、先般も、あられが、柏崎市内でも降ったりして一気に寒さが来たのかなと思えば、小春日和続いたりして相変わらず天候も不安定な状況続いておりますけれども、一番最初の、今月の発表項目はお米に関係することでございます。今年の夏、猛暑そして、渇水という非常に厳しい条件の中で、農家の方々非常にご苦労されただろうというふうに拝察をするわけでございますけれども、その中にあって私ども柏崎市の認証のコシヒカリ米山プリンセスをお作りいただいた竹内さんの方から、後でご本人の方からご苦労やまた今年の夏米作りに対してのどういった思いがあったのかお考えがあったのかお聞かせいただきたいと思います。まず私の方からは米山プリンセス並びに米山プリンセスシスターの販売とキャンペーンを行いますということでございます。米山プリンセスはご承知のとおり柏崎市が認証いたします非常に高い基準の食味値85点以上の一等米コシヒカリを米山プリンセスとして認証しているわけでございますけれども、販売価格はこれまで通り1キロ1000円という非常に高いお米でございます。しかし食味値数字でその美味しさを表している食味値85点以上という形で表現していることでございますので、必ず美味しい絶対美味しいコシヒカリ米山プリンセスということでございます。今年今のところこの米山プリンセスを認証を受けられた方はこれからお話をいただきます竹内義弘さんでいらっしゃいます。総収量は、プリンセスとして認証された、数量は360キロというふうに、承知をしております。それからシスターに関しましては、これもすでに、ご案内させていただいた通りに、食味値と85点以上とか、タンパクの割合ですとかというものは、プリンセスと変わらないわけでありますけれども、一等米か二等米かということで違いがあるわけでございますが、二等米でありかつ食味値85点以上である、そしていくつかの条件をプリンセスと同じ条件をクリアしたものをシスターとして、今年限定のブランドとして売り出しているわけでございますが、シスターの方は越後中越農業協同組合 JA さんの方では2キロを1400円、つまり1キロ700円で販売をされるということでございます。もちろんシスターに関しましても認証された生産者が直接販売をされるというパターンもございますので、その場合は、これ前後であったということで、若干の違いはあろうかと思いますが、 JA さんの販売価格シスターは2キロで1400円、1キロ、700円という形になっております。購入方法は、プリンセスまたプリンセスシスターに関しましては越後中越農業協同組合の直売所愛妻館やそれぞれ生産者のホームページ等でご購入をいただけるということでございます。またプリンセスシスターに関しましては、3番キャンペーンを用意しております。今月、3日赤坂山の紅葉ダイニングカフェでもおむすびを販売をさせていただきます。シスターのおむすびを販売させていただきますし、東京都港区ではご覧いただいてますようにさまざまなイベントにこのプリンセスシスターをご利用いただけるというふうに承知をするところでございます。
ここに記載はございませんけれども、同じく東京都の中央区、前にもご紹介したと思いますけれども、銀座日本橋を抱える中央区さんからも、このプリンセスシスターの部分で周知にお力添えをいただけるという形で今計画が進んでおると承知をするところでございます。ではこのプリンセス柏崎市で今のところ唯一米山プリンセスとして認証されたお米を作られた竹内義弘さんから少しそのご苦労や今年の夏の感想などをお聞かせいただきたいと思います。竹内さん、よろしくお願いします。おはようございます。米農家3代目をやってます竹内義弘と申します。どうぞよろしくお願いします。認証の連絡を受けたときは、さまざまな苦労が、報われたという思いが込み上げて、胸が本当に熱くなりました。コシヒカリは暑さに弱い品種ということもあって、米山プリンセスに認証されるか不安でした。梅雨明け後、雨が全く降らず、あまりにも異常な猛暑が続くという大変厳しい、気候の中で、生半可な気持ちでは認証は厳しいと思い、肝に銘じ、各作業にこだわり、徹底した管理を行いました。認証させていただいて本当に嬉しく思います。プリンセスに、認証されるために工夫したことが4つほどあります。1つ目は高温障害を避けるために田植え時期を例年より遅くしました。穂が出てから約40日間猛暑日が続くと、白く濁った米になります。それを避けるために、できるだけ、田植えの時期を遅らせました。5月の28日に田植えしました。本当は、6月の上旬に田植えをしたかったんですけども、苗が、公園で伸びすぎまして、やむなく5月28日に田植えをしたような状況です。2つ目はこまめな水管理です。穂が出てから水管理は品質を本当に大きく左右します。田んぼの水の様子をこまめに注意深く確認しながら管理しました。刈り取り時、稲刈りしているときに、まだ水が滴るような、本当にこう向かったような状態まで水はきちっと与えて、管理しました。3つ目はもみの乾燥をじっくり行いました。通常ですと1日で乾燥を仕上げるところなんですけども、今年は3日間かけてじっくり乾燥いたしました。胴割れ米ということが懸念されましたので、時間をかけて乾燥いたしました。4つ目は、色彩選別の基準をもう厳しくしました。機械がもう、異常を起こして選別が不可能かどうかっていうギリギリの線まで厳しく、選別をしました。そして時間をかけて一等米になるような米を選別いたしました。このような4つの、戻ったその認証にするために、行ったことです。他にもいろいろ細かいことはありますけど、今話したことが主だった認証に結びついたんじゃないかと思われることからです。米山プリンセスは本当に基準が厳しいお米です。わずか360キロ、
というわずかな米しか取れませんでした。まあ、米のプリンセスを本当に食べたいと思ってくださる大勢の方がいるかと思います。その方たちに対して本当に申し訳なく思います。品質と食味とは別物というふうに言われています。一等米も二等米も食味はそれほど変わらないというふうに言われています。物価高の折、価格を控えた食味値 85%、 85点以上のこの米山シスターを多くの皆さんから召し上がっていただければというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。はい、竹内さんありがとうございました。後ほどのまた質疑応答にもまたお付き合いください。あ、これを、あ、そうですか。あ、じゃあ竹内さんありがとうございました。では2番目に移らさせていただきます。2番目は、柏崎市 AI 新交通アイクルの出発式を行いますということで、運行車両の乗車体験もできますということで、今月11月23日、木曜日祝日に行います。1時から午後1時から2時を予定しております。市役所多目的室ここの部屋、そして並びに第一駐車場の方を会場としております。下の方に、それぞれ公募で決定をさせていただきましたラッピング車両のイメージ写真がございますけれども、1号車、2号車、3号車、4号車、それぞれ、ラッピングデザインをされた方の、総選挙の結果、等も含めて、お話をさせていただき、お披露目もさせていただきたいというふうに考えております。ぜひまた皆様から、ご利用賜りたいというふうに考えております。今のところおかげさまでこのアイクルに対する問い合わせ非常に多ございます。市民の皆さんの期待も大変大きなものがあるというふうに承知をしております。そのアイクルがいよいよ11月23日に出発式という形になります。はい、続きまして3番目の、発表事項でございます。フォンジェピアレマートの閉店に伴い移動販売を始めましたということでございます。10月30日一昨日月曜日から中央地区西部地区を中心とした、西部地区というのは中浜、大須、宇川を渡った西側の方のことを西部地区と呼んでおりますけれども、万人を含めて中央地区西部地区の方々の買い物環境の維持を目的に移動販売を始めたところでございます。出店業者は3店でございます。株式会社日海米山さん、それからセブンイレブン柏崎新花町店様、そして有権会社坂田様、3店からご協力をいただいておるところでございます。初日30日には皆様報道された方もしていただいた方も多かったかと思いますけれども、待っているお客様もいらっしゃったと、2、30人いらっしゃったということでございます。まあ、私としては、一番ありがたいのは今後フォンジェの中のショッピングセンターの中の食品スーパーが新しいテナントが入っていただくのがありがたいわけですけれども、なかなかそうすぐには決まるとは思えません。そういった中で当面の間こういった移動販売の方々のお力をお借りしながら、ご高齢者が多くなっている中央地区西部地区の買い物、特に食料品の買い物に資することを目的としてさせていただきたいと思ってますので、まあ、皆様方からも周知をよろしくお願いしたいと思っております。並びに私どもの方としては、中央地区西部地区の町内のご町内の回覧ホームページ SNS 等でも行っておるところでございます。販売の日程に関しましては、別店のチラシをご覧いただきたいと思っております。それぞれ曜日によって出店される業者も違ってきているということでございます。はい、これが3点目の発表事項でございます。4点目は、毎年のことですけれども、
雪に強い町柏崎に向けて今年度の道路除雪計画を策定いたしました。車道部分、歩道部分も前年とほとんど変わりません。若干距離を増やしておりますけれども、ご承知のように昨年の12月の豪雪ございましたので、そういった対応を含めて、少し裏の方をご覧ください。裏面、6番のところに倒木除雪支障木という部分を設けさせていただきました。倒木による昨年、通行障害が多数発生したことから、本年度の除雪計画書に倒木の恐れがある樹木の伐採についてのお願いを記載いたしました。またホームページへの掲載を行ったところでございます。ご承知のように市道、県道、国道脇にはもちろんそれぞれの行政が所有している土地もありますけれども、ほとんど多くは民有地が道路の両側を占めているわけでございます。民有地に生えている木が雪によって倒れてしまったり傾いてしまったりするということになりますと、基本的にはその土地の所有者の責任という形になりますので、雪が降る前にご自分が所有されている道路脇の木などに関しましては、しっかりと対応をお願いしたいという、まさに文字通りお願いでございます。その上の5番の除雪オペレーターの育成支援事業、これは柏崎市独自のものでございますけれども、令和2年度、今から3年ほど前から始めさせていただきましたが、昨年度令和4年度は336人の除雪オペレーターが全市内で除雪作業に従事していただきました。夜中、早朝含めて336名の除雪オペレーターがいらっしゃらなければ柏崎市の除雪は成り立たないわけでありますけれども、ご高齢化が進んでいます。そういったことで除雪オペレーターの育成支援を令和2年2020年から始めさせていただいておりますけれども、これまで19名の方が、比較的お若い方が除雪オペレーターの育成支援事業補助金を活用していただき、指導除雪に必要な資格を取得していただいているところでございます。今後もこの事業を使わせていただきながら、ぜひ除雪オペレーターの育成を進めてまいりたいと思っています。それから資料として皆さんのところにもついてますかね、このカラフルなグラフでございます。昨年の冬は真っ赤な線が昨年の令和4年度のグラフでございます。ちょうど真ん中ちょっと下の方です。令和4194と書いてあるものが昨年のデータです。これは降雪の累計の比較でございます。何年度はどれだけ積もったのかということでございます。そうしますと、ご覧いただきますように、昨年の真っ赤なこのラインは12月の18日あたりで一気にゼロから一気に上がりました。多分70センチとか80センチぐらい上がってるんだろうと思います。それからしばらく降らないでいて、1月の下旬にまた一気に上がりました。しかし累計量はご覧いただいてますように、これ過去20年ぐらいあるのかな、10年ぐらいですか、15、6年あるんですかね。結果的に昨年度令和4年度は平年よりもこの降雪量の累計は少なかったという形になります。ということで、非常に特異な雪の降り方であったというのが昨年の雪の降り方でありました。いつも申し上げていますけれども、この夏の異常な高温、渇水、そして昨年の冬の雪の異常な降り方、これは間違いなく気候変動が柏崎にもその影響をもたらしているところの証左だろうと思っておるところでございます。以上、発表事項は4つでございました。あとはそれぞれの行事がいろいろありますので、今年も柏崎小学校の皆さんからのご提案をもとにした駅前公園のイルミネーションも来月から始まりますし、
障害をお持ちの方々の障害者活躍推進セミナーもございます。いろいろなイベント等ございますので、また博物館の方では熟睡プラネタリウムという形で、私も行って寝たいんですけど、たまたまこの時はもう出張でいないものですから残念ですが、こういったイベントもございますので、ぜひとも市民の皆さんからいろいろなイベントにご参加をいただきたいと思っております。私からは以上でございます。それでは質疑応答に移ります。ご質問の際は職員がお話しするマイクをご使用いただきまして、最初に会社名をお聞かせください。なお質疑応答は発表事項以外の別々で行います。まず発表事項に関しまして質問をお受けいたします。いかがでしょうか。柏崎日報様。柏崎日報の田中です。お願いいたします。お願いします。あの米山プリンセスシスターについてお伺いしたいんですけども、認証された方は何人、今のところ何人いらして、就労はどれくらいかということと、それからあのさっき市長もあのおっしゃられてましたけど、あの猛暑だとか渇水だとかいろんな厳しい条件の中であのクリアされていらっしゃる方に改めてこうあの応援の言葉というか、そういうものをいただければと思います。はい、就労の方は今のところシスターの方と認証される量は、35トンぐらいでしたかね。34トンだというふうに。人数は分かりますか。11社34トンだというふうに承知しました。まあ、非常に多い量を、まあ、米山プリンセスシスターとして認証させていただきました。まあ、ある意味で食味値85点以上のおいしいお米はこの厳しい状況の中でも柏崎市は農業者の方々のご努力でおいしいお米、確実においしい食味値として85点以上のお米を35トンも出せるという力を農業者は持っていらっしゃるということの証拠にもなるわけでございますので、改めて農業者の方々、先ほど竹内さんの方からは非常に細かな農業者としてのご努力をお話し聞かせていただきましたけれども、竹内さん以外の今ほどのシスターの農業者もシスターを作っていただいた方々も、また一般のお米を作っていただいた方々も非常にご苦労されたというふうに思っています。一方で新潟県全体ではその減収というんでしょうか、いわゆる実入り農家の方々の減収は総額で135億になるという数字が挙げられております。新潟県の方としてもこの対応をされるというふうに伺っておりますし、また国の方としても対応されるのではないかというふうに期待しておりますけれども、柏崎市としましても今後新潟県また国の動き等々も見ながら、私どもも難儀をされた農家の方々をどういった形で応援できるのか検討を進めていかなければいけないと思っております。まあ、その一環が今回シスターという新しい今年限定のブランドを作り出したわけでございますけれども、プリンセスもしくはプリンセスシスター以外のお米を作っていらっしゃる方々に対する対応も今後考えていかなければいけないだろうということで、まあ一つ二つ市の中でも協議を進めているところでございます。以上でございます。新潟日報の瀬です。引き続いて米山プリンセス関係で質問です。米山プリンセスは、360キロだったわけですけれども、率直にこの収量についてはどのような認識というかご見解をお持ちでしょうか。まあ、一言で申し上げれば、桁が2桁違うわけですよね。2桁。去年確かプリンセスの認証は30トン、約30トンぐらいだったと思いますけれども、そうしますと約2桁違うわけでございますので、非常に少ない収量であった。そしてイコール非常に厳しい環境であったと
ということが言えると、改めて実感をするところでございます。その上でなんですけど、まあ、先ほど市長が減収の補填についても若干申されてましたけれども、まあ、市としてもじゃあ何かしらを手当というか農家の方への補助とか支援というのはもう考えているということで、すみません改めてなんですけどよろしいでしょうか。先ほど申し上げましたように、まあ、県の方が今対応を考えていらっしゃるんだろうと思いますので、県の対応に上乗せをすることができるのか、もしくはご承知のとおり柏崎市としてはこういった自然災害を含めて、非常に厳しい経営環境にあるときのためにということで、いわゆる農業の収入保険の補助を今年度予算の中でも、2分の1で、限度額10万円の補助をさせていただいているわけでございますので、こういった農業に関係する収入保険への加入を含めて、いざという時に本当に役に立つんですよという収入保険への干渉等も含めて、今年の夏の減収をもう一度確認をしながら、そして県、国の施策も確認をさせていただきながら、市としても独自のものは考える必要があるのかなと思っています。ただ今のところ県の施策がどういったものが出てくるのかということがまだまだ分かりませんので、それを見てから考えていきたいというふうには思っております。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。NHK の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。除雪の計画に関連して質問したいと思います。計画に載ってなくてもいいんですけれども、去年の、国道での立ち往生を受けてですね、この冬から新たに導入する施策でしたり、まあ、この冬じゃなくてもいいんですけれども、どういった対策を今検討されているのか聞かせていただいてもよろしいでしょうか。もとより国道ですので、私どもがお答えできるところは限定しておりますけれども、長岡国道事務所また北陸地方整備局等から聞かせていただいていることに関しましては、私が承知している限りはいくつかありますけれども、一つは例えば昨年の12月の段階で全体どこがどうなっているかわからなかった、つまり具体的にどこからどこまでが渋滞があって、どこがその先頭なのか、どこがお尻なのかということも分からなかったと。テレビカメラの、箇所が12箇所ぐらいしかなかったということですので、すでにそのテレビカメラの設置数は、国によって倍以上になったんではないかなというふうには承知をしております。それから、国道8号線に関しましては、前から申し上げてますように、8号線から西の方に向かう、上越方向に向かうところにおいて、米山大橋前後、5、6キロあると思いますけど、アップダウンが激しい、そのアップダウンのところで、大型車両がスタックをしてしまったということから、交通渋滞が発生した要因の一つであったというふうに承知しておりますので、そういったところに、技術的なことは分かりませんけど、何か赤外線を当てて雪が積もらないようにする、積もったものを溶かすんではないと思いますけど、いわゆるロードヒーティングの一種なのかもしれませんけど、そういったものを国土交通省の方ではすでにやるというふうなお考えを私どもにお示しいただいてますし、一部8号線バイパスの橋梁部分、坂の部分に関しましては消雪パイプも国が設置をするというようなことも聞いておりますので、国としてもできる限りのことを今対応を始めていただいている、現在進行形も含めて対応していただけるというふうに私どもは承知をしております。詳しくは国の方にお聞きいただきたいと思っております。ありがとうございます。他に何でしょうか。
新潟日報の前田です。よろしくお願いします。フォンジェについてお伺いするんですが、直接この移動販売とは話がちょっと少し違うんですけども、フォンジェそのものなんですけれども、やはりあれだけ一番大きなテナントが抜けるということで、主として後継テナントを探すのを協力されていくこととは思うんですが、すぐに決まらないというのは今ほど市長もおっしゃっておりましたし、あまりこう決まらない期間が長引くと、フォンジェの会社そのものが資金調達という話も出ておりますけれども、市としてこの経営を、山積ですけれども経営を支えていくためにどのような対応を取られるかお聞かせください。かなり、限定されたものだろうというふうに、承知をしております。確かに出資割合として 25% を持っている第三セクターではありますけれども、経営そのものには私ども柏崎市としては関与をしていないという部分がございます。経営陣の方が主体的に今動いていただいているわけでございますが、私どもの方も先般の会見、先月の会見でも申し上げましたように、後継のテナント探しも2件これは柏崎市独自に行ったところですけれども、残念ながらお断りをされたということはお話した通りであります。さて、テナントが大きなテナントが抜けた以上、もう株式会社柏崎ショッピングモールの経営そのものに非常に大きな、痛手があるわけですけれども、市としてできることはやはり限定的な部分だろうというふうに思っています。今の段階では今年度の予算の中では予算は持っておりませんので、なかなか今年度予算の中で会社を支援するというメニューがない。つまりこういうふうな形でこういう理由で、予算組みをするという理屈がなかなか見つからない。第三セクターではありますけれども株式会社、あの株式会社であるわけですので非常に難しい。できるところでということで、先ほど申し上げた、この今回の移動販売等も含めて、これはフォンジェの支援というよりも地域の困っていらっしゃるお年寄りを中心とする市民の方々への支援という形になるわけですけれども、間接的にフォンジェの支援ということも考えておりますけれども、非常に、市として今年度どういう支援ができるかできないかというのは苦慮をしております。新年度のことに関しましても、会社そのものがどのような状況になるかということもありますので、当然のことながらまだ新年度令和6年度2024年度の予算組もしておりませんし、当然のことながら議会の方々にも予算案は提出していないわけですし、当たり前のことながら議決もされていないわけですので、そういった時間軸、そして会社の時間軸いったものも含めて非常に苦慮しております。先方株式会社柏崎ショッピングモールの経営者、また弁護士さん、私どもの抱える専門家とも意見交換をして、なんとか支援がどういった形でできるのか、もしくはできないのかということを、日々というんでしょうか、毎日というんでしょうか、ずっとというんでしょうか、考えている最中でございます。はい、ありがとうございます。確認というかで一つ聞いておきたいんですけれども、柏崎市にとってフォンジェというのはどのような重要性というか意義というか、その存在はあるとお考えですか。2つありますよね。1つはいわゆるショッピングセンターとしての機能。今この食品スーパーが撤退したわけですけれども、
地域に住んでいらっしゃる方々の買い物の場はやはり必要です。必要です。これが1点目。2点目はもともとこの、フォンジェを含めていわゆる東本町まちづくりという形で東本町1丁目今の、商工会議所さんが入ったりもしくは私どもの市民プラザがあるところ A ブロックと呼ばれていました。真ん中本町5丁目さんの、アーケード街がついているところ B ブロックと呼ばれていました。そして今のフォンジェを含むところが C ブロックというふうに呼ばれていました。この東本町まちづくりは今から35、6年ほど前から、市も一体となっていわゆる街中のにぎわいを創出するという目的で事業者からの地元からのご要望があり、市としても、東本町まちづくりに、向かったと。つまり2番目の目的は市として中心部のにぎわいづくりにぎわいは必要であるという観点であったわけです。ただご承知の通り A ブロックにしろ最初の計画ではホテルを誘致するという計画がございました。しかしそのホテルは来ることはなく結果今の市民プラザと上にマンションがという形になりました。 B ブロックの一部 A ブロックの一部 B ブロックの一部には中には、映画館も入ったことがあります。これはこれも町のにぎわいを作るという目的で作られたものと思います。なくなりました。 C ブロックの方に関してのこのフォンジェ、フォンジェですけれどもフォンジェもご承知のようにできて3年ほどで民事再生法で残念ながらという形になりました。そして今こういったまた厳しい状況を迎えておりますので一つは繰り返しになりますけれども地域の方々の買い物の場と実利の場ということが一つ、あとは市全体を考えても中心地にはにぎわいが必要であるという東本町まちづくりという35、6年前からの理念に基づいて行われたという部分で、このフォンジェの存在を私自身は認識するところでございます。はい、ありがとうございました。すいません、今の関連、新潟日報のお世話、今の関連で1点だけ、まあ、2点の、お話されましたけど、その後者の方で、つまりその支援するとかしないとかではなくてその中心部のにぎわいが必要であるからあの施設を作ろうとしたという理念は分かったんですけれども今後もあそこのあの施設あの街区が市の中心部のにぎわいの創出のために必要だというふうに今現時点でお考えなのかどうかというのはどうでしょうか。まあ、非常に作ろうとしたというのは市が作ろうとしたということではありませんのであくまでも商業者の方がやりたいということで市の方も支援をしたということでございますが私はどういった形態であれ確かに35年ほど前というのは大規模店舗法大店法の問題がありました。しかし35、6年前からまあそれに基づいて柏崎駅前にはイトーヨーカドーもあったわけです。その当時の状況と今は明らかに状況が変わってきています。もっと申し上げるならば購買人口人口も激減しています。つまりお客さんの数は減っているわけですいうことを含めてそしてさらに高齢化が進んでいます。そしてさらにロードサイドストア大きな駐車場を抱えるスーパーやドラッグストアが柏崎でも周辺、まあ、周辺というわけではないですね市街地に、まあ、周りの部分に構成されているということを考えるとさてという部分もあります。考え込む時もあります。しかし前に私が33年前に柏崎に戻ってきた時に
柏崎市の職員の OB、 柏崎市の水道行政の中心になった月橋隆さんという方から私はご指導いただいて、今でもはっきり覚えています。桜井君と、コマというのは芯がなければ回らないと、芯があっちに行ったりこっちに行ったりしたらば回らないんだと、中心といったものはしっかりと存在しなければいけないということを教えていただきました。そういった意味ではどういった形態になろうとも、今人口が7万7千人という自治体になろう、なった柏崎であろうとも、また高柳、西山という自治体を含めて合併した柏崎であろうとも、中心部はどこかに必要だと、いや別にそれが本庁じゃなくてもいいんじゃないかという議論もあります。確かにあります。しかし今柏崎市役所は今ここにある、そして柏崎商工会議所が東本庁にあるといったのも事実であります。そういったことがある以上、私は一定以上のやはり東本庁の中心部としての位置づけはあるだろうと思っていますので、どういった形にしろフォンジェ、という建物、あの空間、そしてそこから、期待される人のにぎわいといったものはやはり確保するということが柏崎市全体にとっても私は必要であるというふうに考えています。ありがとうございました。本人いかがでしょうか。NST の暮らしの挨拶です。除雪の関係で2点お尋ねします。除雪の延長が、車道も歩道もまあ若干伸びていることと、あと除雪の機械台数も、除雪機械総台数ライバー6台と、まあ、若干増えているわけですけれども、この2つは昨年の大渋滞の大事態を踏まえてのことなのか、まあ、それ以外の理由なのかということをお聞かせ願いたいのが一つと、あとも改めてその冬場の、道路、確保に向けての市長の思いをお聞かせ願いたいと思います。ありがとうございます。ただ車道除雪の方も歩道除雪の方も増えておりますけれども、そう大幅な、増えている量ではございませんので、あとまたドーザーとまた機械の方も確かに増えておりますけれども、昨年の雪を含めたというところの、ちょっとその辺はちょっと理由を、道路石方でございます。除雪の延長につきましては、今の市長の申し上げた通り、若干の道路改良等で覆面が広くなった部分を延長増させていただいております。除雪の機械につきましては、新しい機械を購入した際に廃棄する除雪の機械があるんですが、近年除雪機械の老朽化が進んでおりまして、いざという時のためも含めまして、廃棄をしない台数があるものですから、若干、総台数が増えているということになります。以上です。ということだそうです。申し訳ないですけど、昨年の雪をに対応して銅座等を増やしたということではないと。まあ、ある意味で本当は廃棄しなきゃいけないものかもしれませんけれども、まだ使えるんで、昨年の雪みたいに対応するために残しておいてという形であれば、確かに昨年の雪を経て予備のものを残しておくという意味で結果としては増えたというふうにご理解いただければと思っています。決意、これは先ほどの倒木除雪の使用木等の、まあ、市民の皆様方のご協力もあろうかと思いますけれども、こういう木の問題も含めてですけれども、市民の皆さんにぜひご理解いただきたいなと思っています。何を理解していただきたいかと申しますと、業者さん本当に頑張っていただいております。先ほど申し上げたように高齢化も著しい中で、本当に、真夜中を含めて早朝を含めて3日ほど、昨年は3日ほどほとんど寝ることもないような状況の中で、厳しい状況の中で除雪をしていただいてます。もちろん市民の皆さんからはここが来てないとか、あそこがダメだとかというご指導もいただくわけですけれども、木が倒れているということをご指導いただくわけですけれども、
市民の皆さんにはぜひとも業者も非常にできる限りのことをさせていただいてますので、私としても行政としても当然のことながら当たり前のことですけれども、国や県にもご承知のように昨年の雪のあと原子力災害が起こったときの対応も含めて、この国道それから高速道路の除雪もしくは冬期間の通行の確保ということは強い申し入れ要望をしておりますので、そういったことを含めて市民の皆さんにもご理解を賜りたいというふうに考えております。他にいかがでしょうか。それでは有事公示会の質問をお受けいたします。いかがでしょうか。NHK の伊藤と申します。消防士が死亡した事故についてお伺いいたします。10月に、潜水訓練中に消防士が死亡する事故がありましたけれども、コメントも発表されていましたが、改めてこの事故についての受け止めと、安全管理上どういったところに問題があったというふうに考えているか聞かせていただけますでしょうか。コメントでも、出させていただきましたけれども、訓練中の事故であったわけですし、私どもの仲間でもある消防士が尊い命を落とされたという事実は事実でありますので、誠に遺憾であるというところであります。ご本人の、ご葬儀の折にも市長として申し上げましたけれども、ご本人の今後の活躍や、能力可能性といったことを考えると重ねてになりますけれども、誠にもう遺憾であるということしか申し上げることはできません。それから講談のご質問でございますが、もちろん私ども、消防の方も、自分たちでどこに原因があったのかということは自分たちなりに今、検証を進めているんだろうというふうに承知をしておりますけれども、ご承知のようにこの案件はすでに警察の案件になっております。捜査が進んでいる、今捜査が行われている最中でございますので、私どもの段階で今ここがこうということは申し上げることはできませんので、ご了解賜りたいと思っております。今のテニーの方もです。今の消防士の死亡についてなんですけれども、現時点で再発防止についてどのように考えているか教えてください。もちろんそれは、原因がどこにあったのかということにもあるわけですので、私どもの方としては消防庁の方からの話にもありましたように、決してこのようなことがあっては今後あってはならないという決意のもと、今自分たちの中でというのは消防の中で検証をし、そしてまた警察の捜査を待っているというところでございますので、今後どうあるべきかということを含めて今警察の捜査と並行しながら内部で、決して次にこのようなことがないように今、意見集約を消防の中で進めているところですので、ご理解賜りたいと思っております。他にいかがでしょうか。新潟日報の野瀬です。関連で県警がですね、業務上過失致死容疑で、消防本部に捜索が入ったことに関しては、市消防本部の話ですけれども、市を預かる市長としてどのようにお考えでしょうか。
まあ、冒頭の私の話にも関わりますけれども、まあ、今回のことに関する私の今の冒頭の話に関わりますけれども、市の消防の訓練中に起こったことでございますので、そしてまたそれに伴い消防本部に捜査が入ったということに関しては、まあ同様に遺憾であり有識事態であると、いうふうに考えております。 ありがとうございます。それで傷害致死容疑で捜査が入り、市の対応としてその消防署内でその検証しているという話を今先ほどの質問でされてたと思うんですけれども、まあ、若い消防士の方が亡くなられたということで、その第三者機関を入れるですとか、もっと広げて市として、検証あるいは報告書のようなものをまとめるというような、お考えは現時点でございますでしょうか。議会からも委員会の開催の中で今回の事案について、話をせよというふうなご要望をいただいておりますが、そういった今ほどご指摘をいただいた内部での検証だけにとどまるつもりはございません。客観的に、これは先ほどから申し上げてますように、警察の捜査が現在進行中でございますので、その結果どのような、捜査結果が出るのか、つまり原因がどこにあったのかということが警察の捜査の中でも明らかになるわけでございますけれども、並行しながら私ども内部でまた、他社の、知見を入れながら、再発防止策等も含めて、行っていかなければいけないというふうに考えております。その準備は進めております。すみません、もう一点だけ、じゃあ その報告書 その取りまとめに、今準備作業を進めていて、報告書を作り始める時期とか、いつまでに出すっていうのはまだ検討中って感じ。これももちろん、今ご本人が亡くなられた今一番辛い思いをされているのはご遺族だろうというふうに思っております。ご遺族のお気持ちも分かるなどという存在のことを申し上げるつもりありませんけれども、できる限り想像させていただきながら、どこに原因があったのかということは警察の捜査とまた並行する形になるのか分かりませんけれども、客観的な知見を入れながら進めてまいりたいと思いますので、時間を区切っていついつまでにということではありません。警察の方もいついつまでに捜査が終わるとか進めるというようなことは、ないだろうと思ってますので、私どもそれをまたお聞かせをいただいているわけじゃありませんので、私どもの方としては時間の区切りといったものは、今のところは想定はしておりません。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。岩谷です。よろしくお願いします。話は変わるんですが、原子力総合防災訓練がとりあえず子どもの引き渡しを除いて3日間で一定で終わったんですが、改めて少し時間が経って頭の整理もついたかもしれませんけども、感じた課題とか成果とか、その辺いかがでしょうか。お子さんの引き渡しは昨日今日も行われて、それでようやく全部終わるわけですけれども、現場でもぶら下げる取材にお答えしましたけれども、総じて申し上げるならば、
進歩はしました。進歩はしましたけれども、まあ一言で申し上げるなら、一番最初私がまあ申し上げたいのは、本人確認は繰り返しになりますけど、なんでマイナンバーカードを使わないのかなと。これずっと前から申し上げているわけなんですけども、いやもちろんアプリもいいのかもしれませんけども、皆さんも取材されて分かったようにご存知のように、まあお年寄りが中心になってるんで、これもこの前ぶら下がりでも申し上げましたように、大前提は柏崎地域は、柏崎刈羽原発の立地点である柏崎刈羽は高齢化が進んでいるわけなんで、高齢化が進んでいるんだということを大前提に、本人確認の方法もそれから移動の方法も考えていただかなければいけないと。それから大前提は、柏崎刈羽原子力発電所は冬場が一番厳しい状況なんだと。夜間で冬で雪が積もっている時が一番厳しい状況なんだということを含めて、やはり考えていただかなければいけないだろうなと思っています。もちろんいろいろなオプションを考えていただいているのはありがたいです。今後もそのいろいろな本番という言い方していいかどうか分かりませんけど、本当に災害が起こった時も、もうみんな来てもらわなきゃいけないわけです。海上自衛隊のエアクッション艇も来てもらわなきゃ困りますし、ヘリコプターも来てもらわなきゃいけませんし、バスも来てもらわなきゃいけないし、ありとあらゆるものを用意していただいて、ありとあらゆるものを用意しても、いやこれは使えない、これは使える、これはやっぱり使えないというのも出てくると思うんです。そういったいろいろなオプションをやはり考えながらやらなければいけないんだろうなと。非常に柏崎刈羽原発の避難というのは、気象状況、そして地理的な状況、かつ住民の方々が高齢化しているといったことを前提に、あらゆるバリエーションを考えた避難訓練を重ねていっていただきたいと思いますし、もう分かりやすいことで言えば、本当にもうできることはもう本当にもうマイナンバーカードしかないだろうと。もう何度も何度も毎年生体認証だ、アプリだなんだかんだやってますけども、毎年ダメなんで、少しずつ進んでるかもしれませんけども、何のためにじゃあマイナンバーカードを国はもう進めてるんだということになれば、もうマイナンバーカードだと思いますけどね。まあそんなことの感想も含めて、取り留めもない感想で申し訳ありませんけど、はい、ありがとうございます。で今冬場の気象状況の心配をされてましたけれども、今回の訓練の中で雪害との複合災害の機上訓練も行われまして、市長もぶら下がりの塔の段階ではまだその中身に把握されてなかったと思うんですが、まあ、その後もし把握されているのであれば、その中身、機上訓練の中身検討されたことについて、まあ、冬場を心配する市長の立場として、まだもっとこういう検討が必要だとか、こういう訓練が必要だというのはございましたらお聞かせください。いや、正直申し上げて、その30分の机上訓練がどのような具体的に行われたというのは私は承知しておりませんが、その30分と聞いただけで申し訳ないですけども、あまり聞く気持ちもなかった、怒らなかったということです。確かに雪上の訓練は3年ほど前でしょうかね、知事もお越しいただいて、柏崎の一番雪が深いと地域の一つである宇川は一之神殿で行いました。そこで、あれは陸上自衛隊の方だったと思いますけど、雪上車で孤立している集落からお年寄りを雪上車に乗って、ヘリのところに行って、ヘリでホバリングしているヘリからそのまま上げていくという訓練をしました。やりました、実際に。ただ時も雪上車に乗ったおじいちゃん、おばあちゃんに感想を聞いたら、どうでしたと言ったら、いやーもう二度と乗らんでいいと。当たり前ですけども、雪上車、平らな道を通っているわけじゃない。もう、でこぼこのところ雪上車が行くわけです。もちろん当たり前のことながら、雪上車にリクライニングシートなんかついてるわけないわけですから。腰の痛いおばあちゃんだったんで、もうあれでまたなおさら腰が痛くなったというのがあるわけです。けれども、いざというときに、まあ、今回の L キャップもそうですよね。非常に狭いコンテナに、お年寄りがみんな迫って、かなり揺れた。
しかしそういった状況であって、じゃあそれがなくていいのかといえば、もう非常事態なんで申し訳ないですけど、腰が痛い人も膝が痛い方も含めてそういうのに乗っていただかなきゃいけないんですということを含めて、やはり机上30分ということではなくて、リアルな訓練といったものは必要だというふうに私は考えています。はい、ありがとうございました。読売新聞の大竹と申します。今の関連とちょっと質問と似ている部分があるんですけども、机上訓練についてお伺いしたいんですけども、市長、ぶら下がりの中で実際こう過酷な条件の中で、実際にこう雪が降っている中で訓練を行うのはなかなかリスクもあって危険だということをおっしゃってたと思うんですけども、現実的にこう今後雪を想定した訓練というのはどんなのが理想的になのかというのをお考えを教えてください。まあ、先ほどぶら下がりの時で申し上げましたけれども、私が冒頭申し上げた最悪の条件は冬期間、積雪時、夜間に起こった事故ですよね。じゃあ今申し上げたような冬期、積雪時、夜間、この3つを兼ね備えたような状況で訓練をすることがどうかできるかどうかということになれば、まず無理だろうと思います。だいたいその三拍子というか、この3つが揃った日を特定するのも難しいですから、準備のためには私どもこの国が含んだ当然首相の日程もありますし、知事の日程もありますし、日程が決まってそれに合わせた天候になればいいですけども、そんなことありえないわけなんで、ということになるとやはり例えば夜間の訓練とか積雪時の訓練、積雪時も夜間ではなくて昼間の訓練ですとか、いくつかのパターンで分けて、そして規模を先ほど申し上げた一之神殿の、10人20人ぐらいの雪上の孤立集落の避難だけではなくて、もう少し規模を大きくしてやるとか、夜間の訓練にしてももう少し規模を大きくしてやるとか、積雪時の訓練にしてももう少し規模を大きくしてやるとかいう部分を、いくつか3つのうちの最悪の条件の3つのうちの1つ2つを組み合わせるとか、規模を大きくするという形でリアルに近い形を想定して行うのが現実的ではないのかなというふうに考えております。すみません、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。日本経済新聞社さん。日経新聞の斉藤です。先月の新潟県が柏崎刈羽原発の立地に伴うその地域への経済効果について算定するというようなお話を公表しまして、それも一つその再稼働議論を進めていく判断材料の一つにするということだったんですけれども、立地自治体 その柏崎市として、こうした県の方針に関してはどのように受け止めていらっしゃるのかお願いします。ご承知だろうかどうか分かりませんけども、私としてはもう3年前かな4年前かなほど前に商工会議所さんの会頭さんと一緒に、一体東京電力さんはこの柏崎刈羽においてどれくらいの仕事をしているんだと、年間その中にあって柏崎、将棋所さんですね、柏崎に落ちているお金はどれくらいなんだということを東京電力にオープンしてくれと求めました。過去50年間ぐらいで初めてだったと思います。数字出てきます。それは確か皆さんにお知らせしたと思います。年間、その当時の答えは4年ぐらい前だったと思いますけど、年間1000億ぐらいの仕事がありますと。そのうち柏崎に、刈羽に落ちているお金が約100億円ぐらいですというお答えでした。その際に、柏崎市外、長岡ですとか上越ですとか、もしくは県内に落ちているお金といったものも確か
出されてたはずだろうと思ってます。私どもの柏崎市の方は100億円だったと、10%。私は少ないなということを東電にも申し上げました。そして今、今年いろいろな部分で、そういった、私どもの発言を受けて、東電も原子力部門をこちらに持ってくるとか、それに関連する施設整備ですとかいうことを含めて、進めていただいているわけでございますので、新潟県が改めて、原子力発電所の経済波及効果といったものを、調べられるのは、それはもちろんいいことだろうと思いますが、もう申し訳にくいですけど、なぜ今になって始めるんでしょうかと。昨日も実は知事との中越地区の組長との意見交換がありましたけど、私の方のテーマは核燃料税の使途についてもっと柏崎刈羽以外の県内自治体に対してどういうふうに核燃料税が使われているかということを県の方でもっと明確に示していただきたい。核燃料税年間47億あります。そのうちの2割は柏崎刈羽です。残りの8割は柏崎刈羽以外の28の自治体が使っているわけです。毎年その金額は約37億7040万円です。これもある意味で原子力発電所の経済効果ですよね。残念ながら知事は、いや9月から私がそういった目標項目を出しますというふうなことを先々月出したものですから、県の方は知事の方からは、いや9月からホームページにその使途をアップしましたというお返事をいただきましたけれども、他の自治体の方々はどこの組長さんとは申し上げませんけど、核燃料税なんていうのがあってどこに使われているのかよくわからんという方がほとんどです。そういったことを含めて、それから県に入っている原発の交付金、もしくは柏崎のみならず周辺の長岡上越に入っている国からの交付金というのもたくさんあるわけです。柏崎ほどではありませんけれども、長岡も電気料金の一般家庭の電気料金の軽減は、柏崎は1万8912円か1年間一般家庭もらえますけれども、近隣の周辺地域の長岡のご家庭も1年間に9456円入っているわけです。それから国からの交付金に関しても今まで累計で、昨日これ調べて、これ全部プリントして各自治体の組長さんたちにお渡ししましたけれども、新潟県の原子力という本にあるところをプリントしてお渡ししましたけれども、長岡市に対しても国からの電源立地の促進交付金の方が45億入っているわけです。それから電気料金の軽減に関しましては一般家庭企業も含めて、長岡でももうとんでもない金額の数が、交付されているわけです。これはもう分かっていることですから。ですので私から見れば、やることはその経済的な効果をやることはいいことだと思いますけれども、しかし今更ながらという感じが正直な感想です。ありがとうございます。その東電からの、仕事量で100億円だったのが結構少ないなというふうに市長がおっしゃってたのを覚えているんですけれども、これそれから何年か経って今その実感として増えているというような価格はございますでしょうか。多分数字としては増えてないんではないかなというふうに思ってます。割合として、100億、分母が大きくなれば
また大きくなるかもしれません。割合として 10% だったものが例えば 12% になったか 13% になったかという感覚は今のところないです。ただ今後先ほど申し上げましたように400人のうちまず200人ですかね、原子力部門の方々がお越しいただく、それに伴う、寮とかそれから、原子力本部の方の建物等建設等が始まるというふうに承知をしておりますので、そういったことを含めれば地元での、仕事というのは出てくるかもしれませんけれども、裏を返せば柏崎にはそれぐらいかもしれないけれども、近隣の県内の自治体の中でいやもっとお金もらってるんだと、仕事もらってるんだというところがあれば、それはそれでいいことだろうと思いますので、いずれにせよ今後、東京電力にとって柏崎刈羽原子力発電所の存在が非常に重要であるという認識だろうと思いますので、であるからにはこれ昨日は自治体の長からも話が出たのは、なかなか理解が進まないのは東電の原発が作っている電気が東京に送られるだけで柏崎刈羽を含めて新潟県で使われている電気じゃないからだという部分がなかなか東電の原発に対する理解が進まない理由の一つじゃないかということをおっしゃった組長さんもおられました。これは私が前から申し上げているように、再稼働の暁には柏崎刈羽を含めて県内に原発ので作られた電力を他の地域よりも安く安定的に供給してもらいたいということは前から私は申し上げているわけでございますので、そういったことを含めて今後地域への経済への協力という意味で東電もしっかりと考えていただかなきゃいけない問題だろうと思っています。新潟日報の鹿児島です。よろしくお願いします。今のちょっと関連だったんですけれども、知事はこの経済効果についても再稼働議論を材料の一つにするというふうにおっしゃっていますが、市長は今なんで今なのかというふうにちょっと遅いという話をされたのは、その3つ の検証が終わったにもかかわらずこの議論がさらに残あるからという理解でよろしいでしょうか。ちょっと私がそのご質問の意図を読み理解できないんですけれども、私としてはもう原子力発電所があることのメリットデメリットという言葉を昨日も使いましたけれども、はもう明らかであるはずなのに、先ほど申し上げた例として核燃料税が入っている、国からの交付金が入っているけれども、それが周知がよくされていないから理解が進んでいないということでありますので、私は、東電に求めるのもそうですけれども、新潟県としても県として得られているメリットの部分、核燃料税の部分ですとか国からの交付金の部分ですとか、その使途に関してそれぞれの自治体にどういうふうに使われているんだということを明確にしていくということが、もうずっと前から、原発ができたときから行われるべきであったのではないかと思いますし、それから、先ほど申し上げているように私自身が消費者の回答とともに一体柏崎でどれくらい仕事をしてもらっているんだということを、40年ぶりにというか50年ぶりに初めて聞いたということを含めて、そこでもう出てるわけですはずですので、それは県のお考えですので、どうして今のタイミングでやられるのかということは再稼働議論の糧とするんだということでありますけれども、例えばもし意外に新潟県内で原発に関わる仕事をしている業者が少ないんだという結果が出たとします、柏崎市も意外に少ないんだということが分かったわけですので、私はであれば再稼働するためには今現状はこうだからもっと新潟県内の仕事を増やしてくれというふうに私は言ってきてますし、そうおっしゃるべきだろうなと
というふうに思いますので、それが新潟県内の経済界の方々にも歓迎されることだろうと思いますので、今現状がどうだったということを調べるということも大事ですけれども、現状がどうだったからじゃあどうするんだと、新潟の経済にとってどれだけプラスになるんだと、今後どうしていくんだというような県の期待ですとか県の考え方をお示しいただくということも、その調査の結果によってお示しいただくことも大事じゃないかなというふうに思っています。大体想像はもうできるわけですから、ある意味で。あともう一点、地元発注率の件だったんですけれども、昨年12月の議会の中で、答弁の中で市長、19年度から その受注率、地元発注率というか地元発注額の答弁されていましたけれども、この時分母が出ていなくて、それ10% が低いということをおっしゃっていて、分母を出してもらわなかったということが良かったことなんでしょうか。今は安全対策工事、特に特住施設の工事の部分もあるわけですので、その部分は私どもの方もどこまで出していただいていい数字なのかどうか分かりませんので、分かりませんけども、今後、県が、そういうふうな調査をされるということであるならば、分母は当然出てくるんだろうと思いますので、私どもはそれを参考にさせていただきたいと思いますので、私どもの方としては柏崎だけのことを考えるならば、すでにそのことはもう申し上げてきているわけですので、今後、柏崎だけのことを考えるならば、分母は出していただくことは必要かなと思います。他にありますでしょうか。以上をもちまして11月市長定例記者会見を終了させていただきます。次回12月の定例記者会見は、最終ページに記載の通り12月6日水曜日を予定しております。時間は午前11時から、会場は本日と同じく市役所1階の室でございます。よろしくお願いいたします。本日は大変ありがとうございました。